というわけで動画を最後までご覧いただきありがとうございました。バイオリンが上手くなりたい、ここはどうやって弾いたらいいんだろう、どんな練習したらいいんだろう、そんな疑問にですね答えるべくしてこのチャンネル運営しています。僕ごときの分かっていることでしかないですが、皆さんと少しでも共有できて、皆さんと一緒に楽しいバイオリンライフ歩めたら幸いです。もしよかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただき、今後ともフォローしていただけたら幸いです。皆さんまた、次回からもバイオリンの練習一緒に楽しく頑張っていきましょう。ありがとうございました。